あ、ありますよね。ちょっとあの暴力的なことに慣れてないから。どうぞ、それ。慣れない。どうぞどうぞ。あ、いいんですか。あ、もちろん。優しい、怪しいな。なんでだよ。なんで私が優しくしたら痛くない。はーねー、やっちまったな。なんで私こんな早速疑われてるの、おかしいと思わないですか、視聴者の皆さん。誰かが死んだと思う悲鳴。白百合さん、白百合さん、え、もう死んだの。嘘でしょ、早くないですか。あ、うん、ベリー欲しいですか。あ、いや大丈夫ですよ。あ、本当です。白百合さん HP 削れてますか。ベリー欲しいですか。なんでそんなベリー承認してるんだろう。白百合さん、白百合さん HP 削れてますか。白百合さん、白百合さん、白百合さん、白百合さん HP 削れてますか。白百合さん HP、 あ、よかったです。違います。なんでそんなベリーばっかり売るんですか。怖いな。どうしたの。これタックス開いてんじゃん、ここ。え、早いですね。誰開けたの。近場のトレーターボックスを開ける。なるほど、挑戦的ですね。やばいぞ。白百合さん、どれかも遅延ですか。白百合さん、夕山でもなりわいを見つけるの早い。遅延ですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。待って、あのベリーさん怖いんだけど。ちょっとありがとうございます。ベリー出ますか。どうも、どうも。私白百合ベリーさん、白百合ベリーさん、白百合ベリーさん、今あなたの後ろにいますみたいな。怖いわ。白百合ベリーさん、あれはね、本当にただ攪拌しようとしているので、正直めちゃくちゃ怪しいですよ。怪しいですね。あと8個なので、木と石を集めていただけると嬉しいです。めっちゃベリー、ベリー、めっちゃ左からベリー聞こえて、こんなに夢に出るよ。夢に出るわ。夢に出るよ。夢に、やばいぞ。私からじゃなくて自分でベリーを取るんですか。皆さん、ベリーはいかがですか。今あと残るは6個だそうです。ベリーはいかがですか。ベリーは、ベリーいらないかな。白百合さん、もう追放しますよ、こら。聞いてねえな、あいつ。あ、じゃあもらいます。じゃあ、一つください。はい、どうぞ。あ、ありがとう。ベリーです。ベリー、ありがとう。はい、ベリーです。シャリさん、自分のことベリーって言わないで。すいません、ベリーなんですけど。すいません、ベリーなんですけど。って何ですか。リフォーサリフォーされた。シャリさんね、ちょっと怪しすぎるから、ちょっとシャリさん、ちょっとごめんなさいなんですけど。ここでボッシュートということで、私今歯車5持ってるんですけど、あともう一人誰か持ってらっしゃいませんか。すいません、白百合のベリーを焼いていただけますか。あ、なんでそんなにベリーに固執するんですか。本当にベリー好きなだけなんですか。ベリーしか持ってないんですけど、焼いてもらえますか。なんでそんなにベリーに固執するんですか。本当にただベリーが好きなだけなんですか。めちゃくちゃ怪しいですけどね。おいしいじゃないですか。ベリー食ったことあんのか、こいつ。ベリーはおいしい。あのベリーだから、あの誰か焼いてくれますか。いきます、おいでおいで。あ、じゃあ私も欲しいな。めっちゃ出た。じゃあ私ももらいますね。もう持てね、もう持て。思ったよりある。焼いてきてくれてありがとうございます。まだ焼いてないけどね、まだわかんないけどね。シャリさん大丈夫？おいで。ベリーです。ベリーですね。ベリーです。もう人格を失ってしまったな、この人。困っちゃったな。ベリーだね。おいしいベリー、取れたての美味しいベリー、たたたたたた。ちょっとね、あれだね、もうこのベリーさんから目離せねえな。ベリーさんやばいですね。死んじゃった私。カタカタにベリーばっか積んでるからね。そうですね、どうしたんだろう。むしろな、何何ベリー、本当は本当に分かってないのかな。いや、そんなわけないでしょ。誰が乗ったの、誰が乗ったんだ。
誰が乗ったの？乗ったの誰？乗って脱出したの誰だ？誰乗った？誰乗った？え、シュナイリさん、トレイターじゃないの？シュナイリさん死んじゃった。シュナイリさん、トレイターじゃないの？何に乗ったの？誰？何？誰？誰今？クリムちゃんか。まあ、クリムちゃんだ。やっぱり。クリムちゃん、やっぱりクリムちゃんか。シダイルさん。シダイルさん、たださ、最後にベリーは。シダイルさん、やめなさい、もう。やめなさい、もうこれ以上。ベリーないの？今日にしかいないんだけど。シダイルさん、もうやめなさい、そのベリーを。もう、ベリーへの。じゃあ、ベリーちゃん、ただやばいやつだだけ？そうね、たぶんやばい人だったら、とりあえずいっぱいベリー取っとけばいいよって言われたんだけど。大きい声でアピールしなくていいから。あ、サイマッチ、サイマッチ、サイマッチを押してください、皆さん。サイマッチをしましょう、サイマッチ。サイマッチをしましょう。そうね。シュエリさん、とりあえず、大きい声を出すのはやめましょう。最後、小さい声をベリーいらないから。ベリーいらないから。ベリーされちゃいますよ。ベリーいらないから。なんでここ強靭しかいないの？もうすごいよね。待って28個も積んでたらさ、もうポケットめっちゃ痛いで、パンパンだよ。でも一応でも今日たくさんの方がベリー欲しいです。まあ確かに命は救われた。だってベリー渡してくれたらベリーありますよって言わないんですもん。ベリーちゃんごめん。私が悪かった。